皆さん、こんにちは。ナビゲーターのシルバーです。4月になりましたが、皆さんの最近のバイブレーションは、どんな感じがしますか？もし、ちょっと下がった、と感じてしまうのでしたら、笑いを思い出してみてくださいね。では、今回のメッセージを、早速見ていきましょう。より良い現実とタイムラインへの道を照らす。九次元アクトゥリアン評議会。ご挨拶申し上げます。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれることを嬉しく思います。私たちがアセンションへの道を照らしているのは、私たちが現実を想像することを楽しんでいるからであり、あなた方が九次元の非物理的な集合体であれば、それは信じられないほど簡単に見えるでしょう。実際には私たちはそのプロセスをただ楽しんでいるだけなのです。何かを実現することを楽しんでおり、なぜなら、私たちには、疑いも、恐れもないからです。自分たちが、適正なことをしているのか、行き詰まりを見せているのではないのか、効果的な創造者ではないのではないか、といった疑念を挟む余地はありません。だからこそ、そういった現実の創造のプロセスを、より楽しく味わえるのです。もちろん、それが私たちに非常に効率的な向上をもたらします。あなた方にもそのように感じてほしいのです。つまり、だからこそ私たちは皆さんにこういったすべての話をしているのです。疑いを手放し、恐れを対処し、自信を持って自分の想像を進めてほしく。なぜなら、皆さんはそのような想像が実現し、自らの想像以上に素晴らしいものになると確信しているからです。今、皆さんはそういう想像が可能な種類の世界に生きているのです。それは、皆さんは地球上でこれまでに作用したことのないような、より早く、よりパワフルな共同創造のエネルギーに囲まれているという理由によるものです。あなた方は仲間の人間が行っているあらゆるエネルギーの召喚やあらゆる願いからの恩恵を受け、彼らのために道を照らすことができます。皆さんは彼らにその方法を示し、皆さんがどのようにそれを行ったか、そしてどのようにそれを続けているかを説明し、このようなエネルギーが来ているところにはもっとたくさんのエネルギーがあるということも説明して、彼らを安心させることができます。皆さんがエネルギーと振動で現実を想像している時でも、またいつでも好きな時に別の現実や別のタイムラインにシフトできることを知っている時でも、あり余るほどたっぷりあるエネルギーなのです。今こそ集中してネガティブ、否定的な思考や低い周波数の振動を一掃し、あなた方が次に進んでいる現実に自らが何を反映、投影しているのか明らかにするのに適した時期なのです。地球上で暮らすことにおいて今ほど素晴らしくないあらゆる過去の時期があったという理由から、地球上で生きているには
今は素晴らしい時期を迎えています。皆さんはどんな人々も楽しめるようにより良い現実を共同創造してきたのです。あなた方に行う必要のあることとは、自分自身と自分の能力を十分に信頼し、そのような現実を自分の経験に反映させ、振動的に一致させて合わせていくだけでいいのです。思考で行うのではありません。つまりは、バイブレーション、振動で共同創造を行います。自分が経験したいことを、まず感じる必要があります。そして、すべての振動は、自分の中に持ち合わせてあるものなので、自分が使えるのです。そして、皆さんは、次に述べるような真実を忘れることを、最初に心に決めたマスターたちでした。皆さんが、真の自分とは、美しく、素晴らしい、創造的な存在であることを思い出して、もう一度、自らを、超絶に感動させられるようにしたのです。私たちはアクトゥリアン評議会です。私たちは皆様とつながれたことを楽しんでいます。いかがだったでしょうか？では、メッセージのお話をしますね。このようなエネルギーが来ているところには、もっとたくさんのエネルギーがある。これはアルクトゥルス星系に限っての説明ですが、過去メッセージに帰出です。他星系に関しては説明ありませんでした。言ってみれば、これは彼らのキリスト意識、イコール愛と光、イコール慈悲のエネルギー的貯蔵のことです。それを私たちは利用させてもらっています。次にバイブレーション、振動で行います。バイブレーション、イコール振動、イコール波動、イコール周波数は何でしたでしょう。感じきる必要のある最も大切なものでした。非常に大きなヒントになるもので、過去記事注釈を探してみてください。シンプルなことですが、頭の思考で理由づけのもとに、こうすべきだ、とする枠から、想像や引き寄せはできません。ですので、例にとると、トーン、イコール、バイブレーション、イコール、周波数、イコール、振動、イコール、波動。空間、形、香り、音、色、言葉、思考、心、意識、感情、エトセトラ。それぞれの蒸気の要素は、周波数を通して相互変換することが可能であり、それらを多角的に組み合わせて、人間の日常生活にも還元適用可能です。すべてのものは振動しています。そして、それぞれが周波数という固有の波動を出し、保持しています。その振れ幅を肉眼で確認できなくても、微弱に振動し、それぞれが独自の波動を出しています。人間の体も物質である以上、振動し、波動を発しています。イメージしにくいかもしれませんが、個々人の思考や感情も固有の周波数、イコール波動を発しています。そのために、5D 存在になるとは、すべてが、
お互いに筒抜けになるため、心の在り方を内観されて、綺麗にしておかれるよう、ここのメッセージでは推奨しています。また、ET や高次存在とコンタクトするとは、その周波数に合致しなければ認識できないので、それも伝えてきています。例えば、音を取り上げると、音波と呼ばれる波動、振動があり、音の種類によって固有の周波数を持ち、音の波動、振動は物体を通過します。そして、音の波動、振動は場の空気、空間に伝わり、周囲に広がります。音を例の一つにとりましたが、肉体や心、そして場に影響を与えます。また、換算された同じ周波数同士は共鳴し、惹かれ合うという、類友法則があります。高い周波数を場所、空間に満たせば、磁場は整い、場は浄化され、同じ波動を持つものをどんどん引き寄せ、結果、その場所にいる人々にも、良い影響を及ぼしていきます。究極的には、周波数を保持しているところが心だと分かれば、環境のせい、誰かのせいとは言えず、心が影響されていることに気づかないか、それを許しているだけ、と理解できると思います。いかがだったでしょうか？今回のメッセージが気に入っていただけたら、コメントで教えてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。あなたの日々が幸せでありますように。幸せの法則でした。